あれ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 、先輩お疲れ様です。お疲れ。何してるんすか。今から友人の結婚式に行くねん。結婚式っすか。まあな。いや結婚式でその見た目おかしいでしょ。せやな。はい。結婚式やし、もうちょっと全身の筋肉鍛えなあかんな。いやいや、そういうことじゃなくて。ほな、筋トレしながら行ってくるわな。筋トレしながら行ってくる、何を言うてるんすか。いえ。いえ、ちょっと先輩何してるんすか。いや、そのまま行くんすか。いや、いや、ワニ歩きで、ちょっと、先輩、いってらっしゃーい。大丈夫かな、これ。え、あれ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 、式場ちゃうかったわ。いや、アホすぎるやろ。よいしょ。はぁ、今日はトレーニングこのぐらいにしとこっか。いや、先輩お疲れ様でした。今日も仕上がりましたね。まあな。いやー、ていうか先輩、こういうあれですか、筋トレの本とか見て勉強してるんですか。せやで。ほう。こういう筋トレの本は、はいはいはい、僕からしたら聖書みたいなもんや。へえ。めちゃくちゃ大切にしてるんや。そうなんすね。いや、ちょっとダンベル乗っかってるじゃないですか、本の上に。全然大切にしないやん。ほんまや。これちょっとどかしましょうよ。僕としたことが。ええー。いや、ちょっとどかさんとこれ、何してんの、おう。いや、サイドラインリアレースでどかすな。よいしょ。いやー、先輩、お疲れ様です。お疲れ。いやー、今日は筋トレはジムでやってるんですね。まあな。やっぱジムの筋トレ器具って結構すごいですよね。てか僕ね、まだまだね、知識がないんでね、こういう器具とかね、どう使っていいのかがね、よくわかんないんですよ。使い方なんてすぐ慣れるよ。あ、そんなもんすか。うん。あ、先輩、これなんすか、この器具。これか。はい。これは、有酸素運動をするやつや。あー、はい。こうやって、使うねん。え、いや、足届いてない。先輩胸に来るなぁ。いや、使い方ちゃうやろ。